どうも皆さんこんにちは、星椎茸です。北斗が如く続きをやっていきましょう。ということで今回の目的地はここですね。ここに行くということでございます。さあ、なが行く先は大岩学生でいると。この岩は今乗っているバギーでは通れそうにないな。一度エデンにも帰って情報を集めよう。ということで結局来るだけ来てまたエデンへ帰らなければならないということですね。さて、では一番近いのはここですね。これの向こう側かな。まあ、サブクエストをいくつか、まあ、クリアしたりはしたんですが、あとねトキの修行も受けてきたんですけども、トキの修行全部終わらせた後にもう一回トキに話しかけたら、まあ、もう一回ね修行というかトキと戦うことが、まあ、教えてもらうものは何もないんですけど、トキと戦えるんですけども、それまでの時ってレベルが32345ぐらいの時やったかと思うんですけど、修行全部終わった後に再度戦ったらレベル70何歩ぐらいの時やったんですよね。35ぐらいの時に自分が40の今のレベルのね40何歩で挑む分には、まあ時のダメージも大したことなくて意外とやりやすかったんですけど、さすがに40この78で70何歩の時に挑むとダメージがねやばい。めっちゃ時間かかるし、回復薬めっちゃ食いまくったし、もうひたすらガード固める、あとはスエーで避けまくって隙見て、もうひたすら四角で叩いていくと。まあおかげで、まあ一番最後の時の修行で天照百裂拳をね覚えることができたんでね。どうしたんだよ、ケン。何かあったのか？荒野に砂が固まったような岩があったんだが、何か破壊するためのいい手段はないだろうか。砂みたいな岩か。破壊できるパーツがあればいいんだよな。ああ。ナイスタイミングだな、ケン。ジャンク屋の親父からこいつをもらったんだ。ケンが使ってくれよ。岩山荘。ただこいつはジャンク品だ。素材を集めて修理する必要はあるぞ。ありがとう、バット。修理に必要な素材は南の岩山の入り口あたりで拾えるらしいぞ。素材が足りないなら行ってみるといいぜ。まあさすがにね、またあそこまで行くのはめんどくさい。めんどくさいので。多分、売ってるもので、バンパー、バンパーか。これやね。金の塊があと2、あと4つか。金の塊どこだっけな。赤い羽やったかな。金の塊があと4つ。どれ？こっちか。いらっしゃいませ。確かこの人あった。かっけえな。ありがとうございます。で今バットから受注できるレースもね、結構今現状あるものは初級中級上級と一応ねほぼほぼ起こしたんですけども、バギーのカスタマイズまだね、サブクエストは何本も残ってはいるんですけど、これで装備、これでバンパーがついたと。タイヤもねもっといいやつあるんですけど、結局テスタのところが通れないって意味がないんでね、
荒野に出る。さあ、ほんではまたこの人に話しかけて、ちょっと運んでいただきましょうか。で、うろうろしたことによって今まで行ってなかったここと、ここね、ここに一応行けるようにはなったんですが、さらにこの下の丸の赤丸のね、下に3つほどまだセーブポイントあるんですけど、さすがにね、そこはこの先どうやら行くとこみたいなんで、まだ行けなかったですね。さあ、これでここな、もうちょっとこう飛ばせてもらえるかしてくれたら助かったんだが、毎回いらんな、これ。絡まれたくないんで、ね、あ、入ってもだ。見たくなかったシーンを結局見るはめ。さて、よいしょ。道中にある落とし物ぐらい拾っておきましょうかね。なんかね、たまにこういう建造物があるかと思うんですけど、うろうろしてたら意外とね、なんかあの建物に車で上がっていったら、キャバクラでスカウトできる女の人がたまにいたり、ちょっとびっくりしましたけど。いっけーい。え、この岩勢いよく、いや、ブーストや、成功なボルト。ああ、うわー、結構道がえぐいな。結構この、ハンドルを小刻みにやることで、まあ、曲がれるというか、ずっと押しっぱなしにとスピンするんで、この辺がね、なかなか厄介。あれ？あんたが荒野の賢者だな。うん。なんじゃその恥ずかしい二つ名は。まあ、京軍の下っ端がわしをそう呼んでおるのは知っておる。で、わしをその名で呼ぶということは、お前は京軍の人間なのか。いや、京名代を探している。ほう、ずいぶん物知りだな。無視してやろうかと思ったが、お前に興味が湧いたぞ。時間がない、早く京軍の居場所を教えてくれ。はっ、おい先短いわしに時間がないとはよく言う。もうすぐ全員死ぬかもしれんけどな。時間がなくて京王に会いたいということは、スフィアシティの話だな。ああ、
残念だが凶王軍の居場所は知らん。あんた理由は簡単。わしは常に名代様に呼ばれて陣に行っているからだ。どういうことだ。わしはな、もともとはエデンで名代様に仕えておったのだ。今もその関係は変わらぬ。わしは名代様のもう一つの目。名代様と一緒にスフィアシティを監視しておるものだ。名代様がお望みの時にわしが見たスフィアシティの様子を話しに行っていただけ。それだけじゃ。そうか。まあ待て、一つだけ良いことを教えてやろう。最近名代様に呼ばれることが減ってな。もしかするとずっと近くで見ておられるのかもしれん。あるいは最近足腰が弱っておるわしに気を使って他のところからスフィアシティの情報を得ている可能性もある。何にせよ様々なところへ行き多くの人に耳を傾け、その話を紡げば真実が見えるやもしれぬ。なんで最後だけセリフないんや。あ、ジジイ消えた。え、どうすんの。どうせっていうのが出てこない。まあアジトに戻るか。アジトってか、あははは。でまあこの動画には撮ってなかったんですけど、まあ、撮っといたらよかったなって思うところが一個あって、まあサブクエストをね、まあこなしていたんですけども、そのサブクエストをこなしてるときに あれどこだっけな、あの名代が最初にいたねところあったかと思ったら、霧の名前なんだっけ、ここか、鬼月村か。鬼月村にね、鬼月村に行くサブクエストがあって、まあ行ったらあの墓守がいたかと思うんですけど、あの墓守がまああのなんだっけ、あの野党から守ってくれる人を探してるみたいな感じでね、まあ、そんな感じのイベントがあって、でそれに来てたのがマミヤやったんですよね。で、まあ、イベント内容としては、まあ、出てきた雑魚を倒すと、いうものやったんですけども、結局、そこにレイと、あれだっけ、アイリか。アイリがいて、まあ、レイと一緒に戦って雑魚を追っ払うんですけども、で、アイリは、その、自分たちの村へ帰る道中に、マミヤの村があるということで、まあ、じゃあ途中で、まあ、この、マミヤの村でも、傭兵をね、募集してるっていうことで、じゃあちょっとその自分の家に、村に帰る道中に、マミヤの村があるから、まあ、寄らせて、みたいな感じで、マミヤとアイリとレイで、一緒に旅立っちゃいましたね。それがこのさっきのマップの中にあるのかどうかはよくわからないですけど、もともとはね、なんかユリア目撃情報みたいな感じのイベントやったんですけど。おう、ケン、待ってたぜ。ジャグレ。荒野にまで出て情報を探っていたみたいだが、兵王の根城の場所わかったか。まだだ。そうか。俺も街で聞き込みをしていたんだ。後で話ができねえか？いいだろう。
じゃあ俺にはまだ仕事が残っているから、夜にお前のアジトに行くってことでいいか。わかった。ってことは夜まで休むか。じゃあアジトへ行きましょうかね。現状まあできるサブクエストもないでしょう。あ、なんか一個のあるな、これ。あ、これちゃうわ、あれや、ゲーセンにゲームを届けるっていうイベントっすね、あれ。一個拾ったんだね。何やこれ。あ、飛行や。こりゃいい、ありがとうございました。聖女クッキー、バイバイ。買いも行かないと。さあ、じゃあ戻りますか。じゃあ夜まで休む。いいかい、邪魔するぜ。ああ、なるほどな、荒野の賢者か。確かに偏屈そうなジジイが名代様の従者にいた気がするな。その男は町で話に耳を傾ければ真実が見えてくると言っていた。はあ、真実ね。随分と大行なこった。要はこのエデンに集まっている人の情報を集めろってことだよな。どんだけ人がいると思ってんだ。途方もない話だぜ。まあそんなに思い詰めた顔をするなよ。そんなことだろうと思ってライラに情報集めを頼んでおいたんだ。ライラに。ライラはエデンの夜の街を支配している。つまりは街の大衆から情報を手に入れる力を持っているんだ。カテドラルで剣の話を聞いてからすぐに情報集めを頼みに行ったんだ。そうか、まあかなり期待していいと思うぜ。ライラはナイトクラブの客から情報を聞き出すのが異様にうめえ。最終戦争前は一体何をやってたんだが、昔聞いてみてはぐらかされちまったけどな。まあ情報がつかめたら伝令が飛んでくるって話になっている。ちょっと待ってみようぜ。ああ、ジャグレ隊長、ケンシロウさん。おう、ご苦労。ライアーから連絡ありか。はい、よし、じゃあケン、ナイトクラブへ行こうか。あのジャグレ隊長、言い出しにくいのですが。ん？なんだ。ライラ様から他の伝言もありまして、交換条件で頼んでいるものを早く持ってきてほしいと。何を頼まれたんだ。上質な葉巻だ。最近粗悪な葉巻ばかりでイライラしているらしい。それがないと京王の根城についての情報が聞けないのか。一緒に探すか。いや、当てはあるんだ。それに剣に話してくれ、頼んであるから大丈夫だ。俺は後からライラに話を聞く。剣を先に行って情報を聞いておいてくれ。わかった。葉巻集めはじゃあいいんかな。これどっかこういった方が早いのか。いや、こっちからやな、多分早いの。そういえば最近、まあ今更このパートになってから言うのもなんなんですけども、まあ自分動画をね、 YouTube と、まあ、ニコニコ動画と両方にね、まあ、投稿してるんですけども、多分最近のねニコニコ動画の方でも、まあそこそこ昔に比べるとね、高画質で見れているんじゃないかなというふうにも思うんですよね。ただ、サイズがね、1280となっているので、やっちゃう。まあ、YouTube に比べるとね、まぁ、ちょっとサイズは、
小さいかなとは思うんですよね。はいってこの野郎で、ただ今までね、あ、ちゃ、ミスった、ミスった。よし。で、その YouTube の方が最近この北斗の拳の動画の特にね、どこら辺かな、多分あのイベントシーン、あの CG になるシーンですかね、あの辺がちょっとね著作権の関係で投稿してもブロックされるんですよね、動画を。なんでちょっと申し訳ないんですけど YouTube の方には今日も闘技場で一戦やってく、モザイクをねかけさせてもらっています。分かっているわ、冗談よ。話はジャグレから聞いているわ。京軍の根城を探しているんでしょ。ああ、だったらさっきここの客から聞いたとっておきのネタがあるんだけど、あんたに教えてあげようかしら。なんだ京軍は特定の居城を持たず荒野の一角に陣を張っているそうなのよ。それで昨日お客が見たっていうのよ、京軍が張っているっていう陣を。それはどこだ。エデンから東の方角らしいわよ。でも行くなら急いだ方がいいかもね。奴らは一箇所に長くはとどまらないはずだから。礼を言う、ライダー。暇ができたらまた闘技場にエントリーしてね。あんたが戦うと客も喜ぶから。うん、なんでまあさっきの話の続きですけども、まあちょっと YouTube 版の方には特に CG のねイベントシーンに関してちょっと、あっちゃめんどくさい、モザイク処理をねちょっとさせていただいております。ですのでまあもしね見たい方、そのイベントのシーンが見たい方は、まあ、ニコニコ動画版の方の URL も貼っているんで、まあもしあれでしたらねそちら側から見ていただけるとモザイクはかかっておりませんので、これあれかお楽しみいただけるかなと。あとどうもねその北斗の拳の戦闘のね BGM 今使ってるかと思うんですよね。ザコシーンがタフボーイで、ボス戦が愛を取り戻すよ使ってるんですけども、でもねタフボーイの方はトムキャットのねタフボーイの方はなんかまあ著作権というか音楽系のね著作権の方に引っかからないんですけども、愛を取り戻すよね、さすがにやっぱり引っかかるみたいで、まあ自分そのそもそも今は昔はね多少なりとも動画で微妙な収益化をって言ってもそんなに知れてるんで、知れてるどころがもうないに等しかったんですけど、今はもうね YouTube のあれが変わってしまって登録者数がとりあえず1000人以上まあ、いなかったりしま、するとダメなので、そんなに、そんなにどころか全くいませんので、まあ、もう収益化の方はどうでもよくなったので、そのまま掘ってる、戦闘シーンの音楽も変えずに、まあ、そのまま掘ってはいるんですけどね。さて、このまま出れるかな？出れるか。京軍の本陣出したっけ？どこにあんやろな。ん？そこか。
まあ、ここまではとりあえずワープできるからそこまで行っときますか。であそこに行くにもね、確かねガン残素をつけとかないと確か行けなかったはずなんで、まあ、このまま行きましょう。これやね。はい、ということで、では今回はここまでにしておきたいなというふうに思います。それではまた次回お会いいたしましょう。またね。